冷めました。そうだ、大人の世界。今日弾く曲は違いますよ。ね。広告を見なきゃ。3秒だった。カポさん、カポさん、
どうでした？もう一回最初からやりますね。よいしょ。未来と1秒後なんか変だったよね今。なんか変じゃなかったですか？僕らは待ってるみたいな、あのちょっと僕に対してなんか気持ち悪くなったね最後。びっくり、アレンジかなみたいな。
7時かな。今もできたらいいなって感じなので、7時前だけど今日の成果にします。まっすぐ7時になるから。はい、それでは未来とは、未来とは1秒後、明日でも来年でもなく、もっと今から始まるんだ。僕らに見えてる全て、thank you.
お腹がね、グーグーなってギターと共鳴してた。グーとギャーンと。これだね。ちょっと失礼。シュシュした。それでは通常配信スタートです。おはようございます。おはよう。今日は菅谷さんの誕生日、生誕祭ですね。盛り上げてね。任せて。もちろん。さあ、それでは最初に、あ、そうそう、あの一番最初に皆さん、あのちょっと今日なんか目がまっすぐ公演までには治ると思うんだけど、今現在目がちょっと腫れっぽったいっていうか、重そうだなって感じ、眠そうだなって感じなんですけど、あのこちらはですね、あのなんていうの、寝不足でもかな、あんまりこんな風にならないから。寝不足が原因でもなく、寝不足っていうのはカノンが夜更かしちゃっただけ、夜更かしが原因なのでもなく、まあ原因ではあるんだけど、原因でもその直接的な原因なのでもなく、あの先日からある物もらいが原因なのでもなく、カノンがあの夜更かしをして、あの映画を見てあのめちゃめちゃ泣いてしまったっていう映画を見てめちゃめちゃ泣いてしまって、グス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 してたら目が腫れてしまったっていうのが原因なので、あのご心配なさらず、皆さん心配してなかったかもしれないけど、ご心配してくださってた方がもしいたとしたら、あの本当にカノンがあの映画で泣いちゃって、あの目が腫れてるっていう、腫れぼっちょっとね、なんか眠そうな感じになってしまってるだけなので、あのご安心くださいという情報でした。それではまやさんの誕生日をまずね祝いたいと思います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアまやさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでとうございます。今日は生誕祭、盛り上げるぞ。おはよう、おはよう。
サリマリアとグルちゃんおはよーい、チャムイちゃん、あ待ってクマちゃんありがとうございます。おはー、クマくんほらもう消えちゃった、ありがとうクマちゃん、クマ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 ありがとう、おはようサムイちゃん、いっちゃんになっとるじゃん、出席立ち見見つからない予定です、見つけるぞ。でも今日は出席確認をしてくれたのでね、立ち見って嬉しいですね。はよさんちゃんおはよう、今日ね見てほら紐はもうほぼ揃ってる、この銀色分ぐらいずれてますね。おはよう、おなまるほらほら、なんか拗ねてるみたいな角度じゃない、ほらうんみたいな感じです。はよさんちゃんおはようございます、よしよしありがとう、はよさんちゃん今日もかい大好きだ、ありがとうね、改めましておはよさんちゃんありがとう、それでは改めてご挨拶、かのちゃんおはミーラとは、間違えた、未来とは、なんで急にミイラって呼んだんだろう、怖い、未来とはですね、未来とは本当にいい歌詞だなって改めて思いました。待ってるだけじゃダメだよってね、そういうとことですよ皆さん、本当にカノンにも今言ってるの、カノンにも言ってるんだけど、本当に待ってるだけじゃダメなんだよってね、そういうことですね本当に。カノンちゃんおはよう、24歳、おありがとうございます、歌の世界いい曲でしょう、そうカノンもめっちゃいい曲だなって、あの成人式イベントを見て思ったんだけど、まだねその本当に聞いたことがあるぐらいなの、だから習得できてなくて、ギターで弾きたかったけど弾けなかった。カノンちゃんおはよう、それでは今日はすがま、あれあれ戻っちゃってる、改めておはようさんちゃん1075日連続配信おめでとう、ありがとうチャップイ、こちらこそありがとう、おはようおはようさんちゃん今日も帰りありがとう、かよちゃんおはようさんちゃん、お腹が鳴ってるありがとうね、おはようさんちゃんハートありがとう、おはようおはようさんちゃんおはよう、しょうまやさんの生誕祭です、おはよう、眼帯公演にならないよ、はよさんちゃんおはよう、昨日ふかしさんに2時、あちょっと2時台に足跡ありますね、本当にパッてね、はじめましてなんでやねん、おはよう、そう号泣したんよ、何を見たかはね、何を見た、うんとね、なんかあれもうなんていうの、あ愛についての映画みたいな感じの感動系だったね、なんて読んだらいいかがわからないんだけど、こ恋空か、空恋、空恋恋空です、新垣結衣さんと三浦春馬さんが主役という、新垣結衣さんが主役かな、多分どうしよう、はい、自分あ自国宣告制でしたよ、自分はアイアンと同じ誕生日でしたって、はい、よくぞ言ってくださいました、自己申告制です、ピンポンピンポン、ではお祝いをしたいと思います、いきますよ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます、
バースデーくまちゃん、おめでとうございます。カノンからのバースデーくまちゃんでした。おめでとうございます。おはよう。感動系ね、そうです。おめでとうございます。いつもありがとうございます。おはよう。ビッグハート、ありがとう。指ハート。ビッグハートさっきなんかやろうと思って結局見逃しちゃった。ありがとうございます。もう一回やっとこう。ありがとうございます。指ハートもビッグハートもありがとうございます。大丈夫だよ多分ね、引くから公演までには。あとあ、レイブスターありがとう。このクマちゃんは見つけれたのかな。ありがとうございます、クマちゃん。 Thank you、 ありがとう。改めてありがとう。かわいい、ありがとう。おはよう。今日は刺してください。あはは、刺しまくります。はい。ユニットではぜひ振ってね。今朝も可愛いかのさ、ありがとう。仕事行ってくるね、公演頑張って。いってらっしゃい、頑張って。おはよう、さんちゃん。大変よくできましたって、どう思う。だからこっち雨なのか、だって紐が揃ってるから。でね、昨日の発売の就活ズメレスキーフォーティーでカウンテートで OS になんか言わせなくチキー、ありがとうございます。宣伝、これ確かにショールームのコメントでさ、こうやって宣伝ってさ、あれだよね、カノンが忘れてた時にもありがたいしさ、皆さんとしてもなんか読んでる、読んでたらこう目に入ってくるもの、いい感じだね。おはよう。今日はみねちゃんが大好きなまやちゃんで気合が入る公演だって。そうだね、いいね。2018年の今日は無意識の夜発売日でしたね、だって合ってるかな。欲しい、お腹が鳴ってる、めっちゃギルギルってこれなんてって感じのラムネね、拗ねてるよね今日。みたいな、ちょっとたけしさんみたいなね、肩曲がっちゃって、そんな感じです。おはよう、さんちゃん。おはよう。ほぼ揃ってる、だと俺はほぼ楽しいって言ってると同じやらって。じゃあ楽しいじゃないですね。おはよう、おはよう、さんちゃん。今日公園行きます、だってお待ちしてます。ついに1月10日、イエーイ、ビールズ一番見つけれますように。おはよう、おはよう、おはよう。今ホテルの朝食から戻ってきた、美味しかった。何食べたの、あれ。結構よくホテルのバイキングみたいな感じのスクランブルエッグとベーコンとって感じかな。それとも和かな。これココア、ありがとう。成人式、ダッチもせいやね、それはね。昨晩はほろ酔いのなんとかなんとかがなんとか配信をちらっと見てました、ありがとうございます。どういうことだろう、星が。おはよう、おはよう、さんちゃん。おはようございます、かのしちゃん、どうも。黄昏オラ丸、オラなんてなんとかなんとかだべやーって感じ。おはようさんちゃん、ドラムちゃんがコールんだ、ありがとう。おはよう、おはようさんちゃん。山形県米沢のホテルで朝食、郷土料理があるよ。郷土料理があるんだ。芋煮とかだしとかいいですね。そういうなんていうの、ちょっと違うの好きかな。はよさんちゃん、恋空、16年前なんだ。そこ意識しないで見てたな。でもそうそうそう、あのそういうさ、なんていうの、アプリで見てるからさ、古いのも見れるんですよね。ハートありがとう。そういえばずっと前前のショールームで世界についてごめんなさい、私も好きって言ってて、あ本当に、
いい曲だ。あとありがとう。あやまさんちゃんおはよう。おはようちんさちゃん。ありがとうございましたって。みこちゃんこそ、いえいえ。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。あやさんちゃん、ハッピーバースデー。皆さん、はい。おめでとうございます。間に合った、お仕事行ってきます。よかった、間に合った、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃいね。よかったよ、間に合って。おはようさんちゃん、おはよう。おはよう、そう。今日朝ごはん何食べようかな。ここはありがとう。こいつらってお腹すくる。なんでやねん。なんでやねん。カレーじゃない。唐揚げとか出てくるかな。おはようさんちゃん、おはよう。はやさんちゃん、おはよう。ジェニーが飛びシュシュ、ありがとう。おはよう、はやさんちゃん、おはよう。広告宣伝料金くださいって、なんでやねん。ありがとうね。あの、ぜひ皆さん、週刊スパさん、ぜひゲットしちゃって。羽付きしてるさんちゃん、結構昭和感漂う超かわいい感じになってると思うよ。批判は認めます。そんなことないよって思う人もいるかもしれないけど、かわいいよって思う方もいると思うんだよね。いると思うなので、はい、ぜひ見てみてください。おはよう、おはようさんちゃん。今朝かのんちゃんのゲームを出禁になりそうになる夢を見ました。忘れ夢絶対あっぶねーね、夢でよかったね。焦って起きるやつだね。あとありがとう。お仕事行ってきます。今日も頑張る。お仕事頑張ってね。いってらっしゃい。おはようさんちゃん。百刀番の日、明太子の日、東海エビス、さんま寿司の日、百刀番の日、明太子食べたいな、朝ごはん。TV の自分のスキーブリーの発売は近いかな。どうかね、どうかね。確かにね。おはよう、はじめましてなんだよね。おはようさんちゃん、さんちゃん、みきちゃん、キョッピー、100って書いてある。100って。おはよう、ハートありがとう。おはようさんちゃん、ココアありがとう。おはようさんちゃん、米沢のホテルの朝食のビュッフェ、日本での食事で一番楽しみ。和洋いろいろあるよ。いいね、いいね。日本だってさ、結構いろんなとこにいろんな美味しいものがある中で、日本での食事で一番楽しみなんだよ。すごくない？モーニングのビュッフェが。おはようさんちゃん、ほら東京さん行くな、東京さん行くわ、こんな部屋って言って。おはようさんちゃん、あの花と花束ありがとうございます。山形のだし、なんかもう響きが美味しそうだよね。おはよう、おはようさんちゃん、おはよう。糸引き納豆の日、糸の日、芋の糸、毎度大きに食堂の日、干物の日、かんぴょうの日。おはよう、おはようさんちゃん、おはよう。チクラタコちゃん、チクラありがとうございます。おはようさんちゃん、俺も青春して悩んでる。そういうこと、ラムル恋してんの。おはよう。ご飯にだしを乗せるだけでごちそう。わー、贅沢だよね。それがもう逆にそれで美味しかったら、もう本当に美味しいってことじゃないって感じがしますね。こちら、おはよう。主権さんありがとね。116の日、インテリア検定の日、インターンの日、インターンシップの日。おはようさんちゃん、超かわいい、ありがとう。お疲れ様です。昭和館についていろいろあります。あ、どうどうもありがとうございます。ワンテンの日、イヤホンガイドの日。うん、あれかな、あのイヤホンガイド。そう、朝食ビュッフェにカレーもあるの。あれは聞き、お腹いっぱい食べたり、もういっぱいだけカレーも大事、あるあるですね。たとい、ありがとう。おはようさんちゃん、おはよう。ハートありがとう。おはようさんちゃん、バラの花ありがとうございます。
ハンターありがとう。ビュッフェってすぐに喧嘩負けしてついついいっぱい食べちゃう。わかる、本当にわかるよ。でもね、最近は結構ね考えて取れるようになったの。今まではもう、はいこれ食べたい、はいこれ食べたい、はいこれも食べてみたいって感じだったんだけど、まあとりあえずメインを和にするか洋にするか決めようってなるの。まあそれか本当に半々なんだけど、最近はね結構よし決めようって思ってメインを和か洋か選ぶのね。もうそこをもう頑張っちゃう、頑張って選んじゃう。和と洋あるところだったらそうで取るじゃん。洋にしたなら洋で、ちょっと気になる、どうしてもこれは食べといた方がいいっていう和のものがあったら一品で入れるみたいな感じにしてますね。ハートありがとう。はよさんちゃんハートありがとう。伊藤の日、伊藤くんの日。さあ伊藤くんいますか。みきちゃん、みきちゃん、みきちゃんは伊藤くん、くん、伊藤くん、みきちゃんの日です。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、おはよう。25ヶ月ぶりのチームE公演、メンバーの姿を見たら泣いちゃう。あー、いい顔して出てきますね最初。ててててんててててんててんってところで、あらめってさ、押すな、男の子だね。だってオラオラ言っとるもんね。糸引き納豆の日、伊藤美希ちゃんに惹かれる日、な毎日でした。だってあらそうですか、よかったでございますね本当に。よいよいことでございます。おはようございます。あ、びっくりした、止めちゃったかと思った。ミュータンミキちゃんにアムールに誘われ、アムールアムール、今日は出席です、よろしくね。こういいの、じゃあ今日はあれですね、できますね、まあ、なんだっけ、笑顔で見送るの、はじめしゅけんさん、なんでね、ありがとうございます。愛知県出身19歳のさんちゃんこと、カンデロドとかいさだかもです。ピコリゴン、家の近所の伊藤さんの車のナンバーは110ですね。だって、おお、伊藤ですね、伊藤。おはようさんちゃん、おはようさんちゃん、おはよう。ミキちゃんは、ミキちゃんは引き割りですか、大粒ですか、どういう質問。ミキちゃんは、ね、ミキちゃんなんかイメージは引き割りじゃない、どう皆さんのイメージは。おはよう。 NHK がニュース以外の教育番組に特化した NHK 教育テレビが放送開始。ああ、確かに今教育、あ、あー、おはよう。やっと新年の挨拶だけど、明けおめしようね、明けおめ、明けおめことよろしようね。おはよう。カラマリ式ビュッフェ術です、そうです。お腹にたまるご飯物は最後だよね。だって、あー、結構カノンは、まあ、輪にした時だとして、こうご飯とおかずを一緒に食べたい人だから、メインは欲しいかもね、そのご飯なりパンなり。おはよう、おはよう、さんちゃん。さんちゃん、ビュッフェで山盛りバクバク。いや、山盛りバクバクだけど、それはちゃんと食べれる山盛りバクバクかな。そう、そうしないと。苦しい山盛りバクバクは最近あんまり好きじゃないので、はい。あの、食べすぎて、最後もなんか、苦しくなるときあるじゃないですか。それには絶対ならないぞっていう風に決めてるんでね。あ、お腹いっぱいだったね、美味しかった。で終われるギリギリを攻めてます、いつも。はやさんちゃん、パンだとスクランブルエッグ、ご飯だと目玉焼き、あかんちゃん目玉焼き甘い、そうそうなの、目玉焼きはどちらかといえばよ、スクランブルエッグと卵、目玉焼きがあったらスクランブルエッグを絶対に頼んでたのだけど、あの家でそのこの前焼きそばをね作ってくれたっていう話がしたじゃないですか、父、そのパパが。
スンポが作った目玉焼きが乗ってたの、そこに。それはもう美味しかったよ。あのめちゃめちゃ美味しかったので、ものによるっていうのが判明しました。スカモンは結構あの半熟と言いますか、トゥルトゥルな目玉焼きが好きでした。なんていうのかな、プルプルって感じの目玉焼き、よく焼きじゃない目玉焼きが好きです。おはよう、おはようさんちゃん。でもソース焼きそばがあるの、あれは美味しい。つとる、あーソース焼きそばはもう絶対欲しいやつだったらもう最初に取っちゃう。あとはサラダ、サラダって意外となんか見栄えよく取ろうと思うと結構取っちゃうんだけど、まあ大事なんだけどね、栄養素的には。だけどそんなに食べたらサラダでお腹いっぱいになっちゃうでしょってぐらい取っちゃうんですよ、見た目的に取ると。それがちょっと悔しいのでサラダは控えめに、味がちゃんと分かる程度のサラダを取って、他のものの味も楽しめるように。見栄えで言ったらもっと飲もう、もう持った方がいいものも、本当に食べたいものだけバイキングは取るようにしてます。例えば卵焼きだってなんか定食にしたら2個は最低乗せときたいバランスじゃないですか。だけど1枚とか 1個とかにするし、ちょっとそれはね、もちろんうまく乗せようと思ったら話は別なんだけど、本当に美味しいものをてか食べたいものをいっぱい食べたいとしたら、例えばなんだろうな、最初は里芋の煮転がしも、まあ、大体4個ぐらい入ってるじゃん、お弁当とかでも3個とかだけど1個か2個とかにしといて、本当に食べたいと思ったらおかわりしに行くっていう感じ、できるんだったらおかわりが、そういう感じに。すごい朝から参考になるかもわからないビュッフェのカノン流の取り方を熱弁してるけど、はい、ちゃんとこだわりを持ってね、美味しく食べようとしてますね。美味しいんですけども、もちろんそれを最大限生かしてカノンなりに食べようと思って。赤ちゃんは用メニュー朝食選んでも納豆だけは取って、納豆トーストとか、そうだって、あ、唐揚げ納豆を食べてますからね。納豆は好きなんですよね絶対。おはよう。羽根つきラリーは何回くらい続けんの、何回だったかな、3回くらいじゃない、でもはいはい、あーみたいな、3回くらいだと思うよ。おはようせんちゃん、ペコリゴン、かんじゃおかんじゃ。今日は14日の声出しと17日の鉄道の通らなく発表、ドキ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 。おはよう。17もかの鉄なか、え、おはよう。納豆と糸をかけたのでは、あ、納豆糸本当だ、イエーイって感じですね。おはようさんちゃん、今のグググなら劇場のお弁当を2個は余裕食べれるね。だって食べれんよ、そんなことしたらお腹がもう大変なことになっちゃう公演中。おはよう。みきちゃんは遺伝子操作なし、大粒かも遺伝子操作なし、大粒大粒。おはようさんちゃん、おはよう。キアンは引き割りだと思って蓋開けたら大粒で、あれってなるギャップタイプ、なるほど、騙されたぜ。おはようさんちゃん、たまに見る船旅の動画の主さん、いつもビュッフェのお皿の上が茶色っぽくなるって、あー、大粒より小粒の納豆が好きです。あ、引き割りではなく小粒、あー、おはようさんちゃん。いちご味のクロワッサンは美味しかった、美味しかった、あれだよね、にじゃないよの動画の時にいただいた、もらいただいた谷さんのね、お誕生日でいただくことができました。
チゴのクロワッサンはとっても美味しかった。あれなんかね、クリスマス限定なんとかみたいな感じだった気がするんだよね。今日からマクドナルドホットパイの新しい出る。へえ。へえ。注目。おはようさんちゃん。おはようごずりおじさん。おはようさんちゃん。マイケン必ず食いすぎちゃう貧乏。そう。カノもいつもよりは多く食べちゃう。昔はもう超取りすぎて逆にね、うんって感じだったんだけど、最近は頑張ってるね。焼きそばに添えるにはスクランブルエッグは乗せない。あんまりね聞かないよね。乗せても美味しそうだけどね。おはようせんちゃん。よくて焼きそば。ほう。おはようせんちゃん。今日の髪型をつまえちゃう。揃えるまえちゃんにクスしまう。え、今日はなんか結構前髪久しぶりになし、分けてみるのもありかなっていう感じです。なんかすごく分かれてるので今日の前髪でも、がっつり作ってる可能性もあります。こんなこと言った。おはよう半熟卵。おはよう。生焼きだけだったら何かけよう。醤油、塩、ソース、ケチャップ、愛情愛情ケチャップはあんまりかけないかも。ソース、なんか結局なんかソースがなくて醤油にしちゃうけど、ソースが結構かけたい、かけようかなって最初に思うやつかも。でソースで食べる前にちょっと塩でも食べときたいなって時もあるから、ソースだとさ結構全般的にかかっちゃうじゃん。だから最初塩でチュチュチュってかけて食べるでしょ。でそうしたら途中からはソースで食べるとか、そういうことを今の可能ならするだけど、醤油が、ソースがなかったら醤油かなみたいな感じですかね。目玉焼きは醤油派。おはよう。美味しそうなのはね最初に取るよ。そうだよ、野菜は最初、結構序盤に置いてあるよね。おはよう。おはよう。夜ご飯で目玉焼きだった。おお、美味しかった。おはようさんちゃん。昔ながらのソース焼きそばとかいうメニュー見たら楽しいタイプ。わー、わかる。ずるいキャッチだよね、キャッチコピー。お料理した。おはよう。昔しずらステーキハウスに行ったらサラダバーだけどお腹いっぱいになった。なんかパスタのサラダとかあるともう美味しくて取っちゃうけど、その後デデーンって来るのにっていうね。おさんちゃんルームがアイドルワークメニューに一番上にいます。ありがとうございます。7時半現在。おお、じゃあ8分遅れてますね、コメントが。ありがとう。おはようさんちゃん。ブラウザラサラダにどうしようかけに他のおさかずと一緒に食べる。なるほどね。おはようさんちゃん。朝食ビュッフェトークでした。さんちゃんは左から右も並んで2つ目から食べてシャッフルに追加するくらい食べるんでは。だってそんなことないよ。おはよう。どうしよう、なんか出てきた焼肉キング食べに放題行こうかな。だってぜひぜひ行ってください。ダイエットやアーツのために誰しもなし味の子も一緒に食べて野菜食べて。でもね、ドレッシングも油ですから。そうよね。おはよう。飽きたの？なんだって。おはよう。ビュッフェになんとかのカレーがあるとついつい食べてしまう。ねえ、美味しそうだもん。なんか特別感があるよね、朝からカレー食べると。そういうなんか止まってる特別感を感じられるから食べたくなっちゃうよね。おはようさんちゃん。昔は毎朝目玉焼き作ってたけど配信見るの忙しく作ってない。俺の愛分かってもらえたかな。だって表現の仕方が独特だけどありがとうありがとう。作ってもいいんだよ、見ながら。秋田のよくできたら目玉焼きがいいね。おお。今日の朝ごはんキーネさんを食べていく。もう食べきっちゃったんだよね、家族で。なくなっちゃった。早めの出勤内剥がされました。 TMM 定点で追いかける。頑張ってね、って言ってキーだって言ったら頑張ってね、ファイチン。おはよう。唐揚げもビュッフェにあるよ。ミートボールもソーセージ、うん、いや、チクラ
仕事に戻りまして朝からありがとう、バイバイ、ありがとうね、こちらこそ。こんばんさんちゃん、あきおめハートありがとう、はやさんちゃん、今日はレオナさんの生誕祭トーラカンピョンの日、ドキ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 、おはようさんちゃん、食べ物の話してお腹空いてきてなんか食べたい、カロンもおはよう、多分納豆って口触りの大切だよね、コツ、ちょっと落ち着くと引き割りを一緒に食べたらすごいごちゃごちゃになりそうだね口の中。あやさんちゃん、今朝 ST の子がパクパンの上に納豆のせて食べていた気がする、あ本当に焼いたらね美味しいよね、美味しいと思う。そういえば今ダブルソフトくんがうちに来てる言い方、ダブルソフトくんがなんかうちに来てて、だけど困ったことに韓国のりくんも家にいたから、今大変なことになってる、家の中が元カレと今カレが一緒にいるみたいな感じだよね、家の中ですごいことになってます、はい、キッチン大騒ぎ、はよー、だったら大阪のプルマから直行しなきゃ、おーハードスケジュールだわ、まあお腹グーグー出すのもスクラブ持ってきてくれ、今自分で、え、そうだね、自分はスルマが作ってくれても嬉しいけど、結構自分で作るのも結構好きだから、今前もそうだったんだけどね、今も好きだから結構作っちゃうかも。おはようさんちゃん、おはよう、秋の実で秋田に行った時、訪日だ、訪日、秋田に行った時よく焼きそば食べたよ、だって本当に名物なんだね、よく焼きそば名前がちゃんとあるってことは、そうそう、七三には行ってきます、部屋は13度、外は1度、イエー、寒いで最長空戦、はい、劇場で待ってます、気をつけてきてね、おはよう、いらっしゃい、もういないかもしれないけど初見です、なんでやねん、ありがとう、ハンバーグとステーキは岩塩派、ああー美味しいね、本当にかのいろんな味で食べたいタイプだから、岩塩だったりあのわさび醤油だったりあのソース、オリジナルソースとかだったりステーキソースね、はい、いろんな味で食べる人、おはよう、おはようさんちゃん、はじめまして、なんでやねん、今日初めまして詐欺、まあ、そのコメントが初めての方もいるかもしれないけど、初めてまして詐欺の方がたくさんいる、今日も安定の DMM で見るのでカメラ目線を、はい頑張ります、おはよう、おはようさんちゃん、あこのピアノとタコの組み合わせなんか X で見たことがあるな、おはようさんちゃん、目玉焼き柔らかいのは醤油で硬いのはソースかな、あー硬さによってね、おはよう、米沢駅前に有名な喫茶店があるの、87歳ぐおばあちゃんが作るナポリタンが有名、絶対美味しいよそれは、おはようさんちゃん、 TKG で塩、 TKG も塩で食べるのたまにいいよね、あいいね、確かにあんまやったことがなかったけど絶対美味しいわ、おはようさんちゃん、みゆみちゃんは14日のいい公演の練習進んでいるのか、さんちゃんがスタート自主練得しないのだって、もしそういうご要望がございましたらこちらまでお電話いただければ教えに行きます、はい、本当にすごいよね、本当に尊敬します、さすがに朝から食べ放題きついからお昼に行ってきます、いってらっしゃい、おはようぐるみさん、おはよう、卵焼きも家庭で味付け変わるよね、みりん、砂糖か塩、醤油か油、バターか、おー、カノンは基本的にはだしと醤油と味の素と砂糖と塩を日の気分によってペッ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 ぐらいのこうなんか気分によってあの割合を変えて食べてます、あのたまに奇跡的なもうびっくりするぐらい美味しい味付けになる時があるんですよね、でも測ってないからそれはできないんですけど、たまにしか
ナオさんちゃん。ダブルソフト。お父さんに紹介しなきゃ。そうだね。かまぼこちゃんは今日はいないね。うん。ダブルソフト君、山のとこを支援狙って。山のところ山のところえ大阪と今から私はもう歌ったよ。すごいドラマだよ。カロンはどっちを食べればいいんだって話だよ、今日の朝ごはんに。まあでも今日はダブルソフト君も気になるなっていう感じです、今。初見さん、ありがとうございます。藤森さん、ありがとう。ダブルソフトとにマロニーと韓国のイトチョコみたいなアップルパイのせて朝ごはんだね。だってそれこそ修羅場でしょ。おはよう、おはよう、今新宿の京京王の地下でなんとかフェアをしているよ。ピオリン弁当ってある。ピオリン弁当、えな、どういう感じなんだろう。ありがとう。駅弁かわいいだろうな。食パンのいろいろ目にたくさんある。僕はチーズ。どうしようかな今日の朝ごはんは。おはよう、初見で出場を立ちます。公演頑張ってね。だっていってらっしゃい。初見じゃないけど大嘘つきだけど、いってらっしゃい。おはよう、はじめまして。詐欺しませんに何度目まして。なんでやねん、何度目よ、もう本当に。あ、ぴょぴょぴょ、ぐずりおじさん、初見です、可愛いのをさせていただきます。ありがとうございます、なんでやねん。さんちゃんおはよう、今日の公演東京会見にうちわ持っていきます。さんちゃんおしです。あー嬉しいです。お待ちしております。劇場で、名古屋でお待ちしておりますね。栄で、はい。おはよう、カロンちゃんの時間がない公園デビュー1夜。おはよう、おはようちゃん。雨の潮の蓄積的にはやめて、もうやめて、もういい感じにはめてくるの。おはよう、おはよう、主権さんありがとう。おはよう、どっちか迷うぐらいな、両方食べよう。合うかな、ダブルソフトと韓国のりって。ちょっとどっちも乾いてるからな。今年はミレイちゃんと TikTok 動画にサンチョも一緒に出演しないと。大丈夫、出演できるかの。そんな踊れんぞかの。おはよう、今日も腰を痛めてから健康の大事さを改めて意識もし、あいてた、大丈夫。おはようさんちゃん、マロニーちゃん、おはようさんちゃん、おはよう、今日もおはよう。バラのお花ありがとう。小鳥お兄さん、おはよう。早さちゃん、そろそろ我が家の動画にじゃんけんもしないでもいいのではね。ちょっとこのままフェードアウトの可能性もありますね。早さちゃん、おはよう。ヤクファミリー会社持ってるのに二度目ましてだよ。だってそんなわけないでしょ。韓国のりは定期的にブーム来る。自分はらわかるわかる、カノンも定期的に来る。おはよう、ダブルソフトは真ん中を少し掘って、卵落としてマヨネーズで壁作って焼き上げる寸前に韓国のりをする。あー確かに美味しそう。でもなんか純粋なダブルソフトにバターも食べほしいんだよ。おはようさんちゃん、おはよう。確かに合わないことはなさそうですね。ね、みんな発想が一緒やったね。おはようさんちゃん、初見さんありがとう。愛知県出身19歳のさんちゃんこと奏でる音がいただくのです。ペコリゴンワンポイント以外はやろうと思ってて、今日いつ切り出そうかなって思っておりました。バターと蜂蜜、あー美味しそう。でもないからな、ないからな、残念ながらできないな。それではワンポイント英会話久しぶりに行っちゃいますか。何にしようかな今日のワンポイント英会話は。雪だるま作ろうはどうなんだろう。一緒に雪だるま作ろう。
袋、一緒に雪だるまを作りませんか。急にご飯の話、カノンだけ、カノンだけ急にご飯の話をなぶっ飛んじゃったね。おはよう、おはようさんちゃん、シュッシュ犬です。キキキキしてますよね。やねん。 Why don't we make a snowman together? Why don't we make a snowman together? Let's make snowman.Why don't we make a snowman together? なんか長いのが出てきちゃった、丁寧に言ったら。Why don't we make a snowman together? 作りませんかっていう表現がないのかな。一緒に雪だるまを作ろうか。Let's make a snowman together. 簡単になった。なんかでもカノンが言いたいのはこっちな気がするから、簡単だけど言ってみよう。Let's make a snowman. もしかしたら発音が難しいのかもしれない。Let's make a snowman together. Let's make a snowman together. さっきので合ってた？一回これやってみよう。Let's make a snowman together. おお。一緒に雪だるまを作りましょう。スノーマンって言ってるよね。これはじゃあ成功。じゃあ最初のやつ。Why don't we make a snowman together? Why don't we make a snowman together? Why don't make? Oh no. なぜ私しないですか。なぜ私はしないのですか。あ、いや。あ、いや。No, no, no. Why don't we make a snowman together? いってらっしゃい。できる聞かった。で、なんだって。出発しました。分かるよ、出発しよう。ちょっと今一つのことしかできなかったかのは、まずスルちゃんが出発されました。いってらっしゃい。そしてあのカノンは成功しました。一緒に雪だるまを作りませんか。おー、よし、これでねカノンも心置きなく配信を終わることができます。はい、何言ってるか全然わからなかったよ、スルちゃん。うん、イエーイ、素晴らしい。はい、ちょっと早い。じゃあサンデースタイム行っちゃう。昨日雑誌買って帰ってサンちゃんのテープ探してもどこにいなかった。ええ、どういうこと。サンちゃんいなかった。誰かに破り取られた。Why don't we do? ってよく使うフレーズ。そうなんだ。じゃあいいワンポイント英会話でしたね。ハートありがとう。本当にいなかったの？絶対いるでしょ。いない？しようよって意味。おお。悲しいですね、買ったのにいないのは。どうか巡り合えますように。持ち逃げされてる。いかんね、それはね。そうだとしたら、おはよう。じゃあちょっと早いけど先にサンデスタイムをしようと思います。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位さんです、ありがとう。12位さんです、ありがとう。11位さんです、ありがとう。10位さんです、ありがとう。9位さんです、ありがとう。飛ばしてない？大丈夫？2回行った。8位さんです、ありがとう。7位さんです、もう少し話
たいのに笑顔で見送るのなんだか Thank you。 6位さんです、ありがとう。5位さんです、ありがとう。4位さんです、さつまくも、おおやこぶり。君だけ好きだった橋を置いてゆく、なんでやねん。橋を置いてっちゃったの、白身を置いてかないで橋置いてっちゃったの。ごちそうさまでしたじゃん、ありがとう。そして3位さんで、サトマークやコムリ、ありがとう。そして2位さんで、セクハムリ大好き、ありがとうね。そして今日のやつはトゥルトゥルトゥルントゥルルルルルントゥルルルルルルントゥルルルントゥルルルさんです。ヤコハムリお祝いありがとう、コヤファイト大好き、おめでとう。改めておめでとうだよ、チーズ、バルシーパフォー、ありがとう。そして今日の8時はヤコさんはさんです。あ、いつもありがとうございます。改めてぜひアットマークファミになっちゃってくださいね。ギュッ、はい、ありがとうございました。それではね、あと4分ということで、4分で何ができるかな。お腹空いたらこの後からビュンします。ビュンビュン、4分でできること、うん、お、ここにちょうどいい紙と鉛筆があるので、何、あ、鉛筆、これこちら、なんか書いて終わりますか。今日は納豆の日だったので、納豆書いたことないな、納豆パックの納豆を変えてみようかな。絶対むずいよ。なかなか書いたことないでしょ、パックの納豆なんて。皆さん、こういうことよね。あー、立てて書けばよかった、間違えた。これどうなってるよ、こういう感じよね。お、いいんじゃない、いいんじゃない。で、中があって箸上げしとこう、箸上げ。納豆大きくいい感じよ。なんかご飯粒との差がつきづらいな、うまくなってきた、うまくなってきた、めっちゃうまい。ちょっと今一生懸命一粒一粒書いてるからね。めっちゃうまいよ。自分で勝手にハードル上げちゃってるけど、あ、納豆だってなると思う。
完成しました。8時だちょうど。サラダカモン作納豆3、2、1じゃじゃーん、納豆です。パックの納豆です。ててててててーん、リアル納豆はこれ見てめちゃリアルじゃない。納豆パックの納豆でしょ。ちょっと透けてるから見づらいですかね。ほら89点。うわ切っちゃった、あ切っちゃった、パックのあれ切っちゃってるね。これね普段も切るタイプですね。はい、ということで皆さんもぜひ納豆書いてみてください。少しでも気になってくださった方はぜひここの納豆をピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてくださいね。あれまだフォローしてなかった、いつも見てくれてるけどまだフォローしてなかったっていう方もいると思うのでお忘れなくチェック、ハートよろしくお願いします。それでは今日はまやさんの生誕祭を盛り上げていきたいと思います。あとはね週刊スパさんで澤田香音の自分のレースK48が今掲載されているので皆さんぜひゲットしちゃってください。それでは今日もこの辺でまたごやーね、ありがとう、バイ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 ねー、バイバイ。いってらっしゃい。谷さんもね、しません。おはよう、バイバーイ。だね。